みんなこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ投資でかい今回なんですけども、テテテピコクチャ次の復刻誰なんだろうね。みんな早速やってこー。今回もですね、みんなとしてワクワクマスの影響のトピックを投稿していきますよ。早速やっていきましょう。今回やってみましょう、復刻イベント見ていきましょう。さあ、もうレッドシャンクスが復刻して、そのすぐ後にですね、動画を撮っております。どうですか皆さん、レッドシャンクス復刻しました。もうダイヤで行くとね、3000個かかるようなガチャになっていたり、まあね、ちょっと無課金の人は今引くかどうか考えなきゃいけないよっていうキャラクターだよっていうことをね、さっきの動画でも伝えたと思うんですけれども、見ていただけましたでしょうか。よかったらそっちの動画もね、見てみてください。さあ、そんなレッドシャンクス復刻したということで、気になるのは次の超絶キャラクターじゃないですか。よいしょ。まあやっぱレッドシャンクス復刻したけどさ、巷の X のコメント見てみたんですが、意外とね、シャンクスに対して否定的な人が多かったね。なんでだろう。シャンクスが増えるからエンマゾーでぶった切ってやるってやつもいたしね。怖い怖い怖い、やめて。もう歌ちゃんの身からしたら結構嫌なキャラクターなんですけど、パーパー。さあ、そのレッドシャンクスが登場したということで、気になってくるのは次の超別キャラクターです。どのキャラクターが登場してくるのか、いろんな情報をまとめて一緒に見ていきましょう。さあ、次やっていこう。もう緊急で回してるっていうのもあって、スピーディーね、紹介していきます。そして明日2本投稿になるので、よかったらお昼と夜の動画お楽しみにしていてください。編集ゴリゴリしておくので、そっちの動画もお楽しみに。さあ、まず気になってくる超別キャラクターの候補なんですが、こちらのキャラクターたちなんじゃないでしょうか。よいしょ。いやー、超別キャラクターいっぱいいるよ。もう16体もいるからね。そんな中で、まあ、まだ出てないキャラクターっていうとね、この8体になるんじゃないでしょうか。いや、どうですか、みんなこのキャラクターたち登場したら引く。まあ、個人的には引きたいのはやっぱエンマゾロだよねー。エンマゾロが出たらもうめちゃくちゃ引きたいよ。かっこいいやっしょ。じゃあ早速エンマゾロから見ていくと、エンマゾロに関しては11月11日がゾロの誕生日になってます。もし復刻して登場するとしたら、11月11日誕生日の復刻が初めてとなるので、おそらくそこで復刻するんじゃないでしょうか。ただ注目してほしいのは、この後いっぱいイベントがあるんです。8月以降は、8月の23日には大幅にイベント更新されます。そして10月の20日にはレッド記念イベントの最上位イベントが行われるということなので、バウンティラッシュでも何かあるんじゃないでしょうか。もう一つ気になってくるのは1億ダウンロードだよね。今んとこ1億ダウンロードが夏に行われるんじゃないかっていう予想をね、立ててはいるんですけど、今レッド記念イベントが盛り上がってるでしょ。もしかしたら、ね、1億ダウンロードイベントが来るかどうかっていうのはわからないところではあるので、おそらく次もレッド記念イベントのキャラクターが復刻したりとか登場したりすると思いますので、となってくると1億ダウンロードでの超別キャラクター復刻っていう可能性も登場するということもあるので、目安としては8月か11月、ここら辺なんじゃないかなと僕は思ってます。よかったら参考にしてみてください。エンマゾロ来たら引くべきかってことなんですが、もちろん引いて大丈夫だと思うよ。エンマゾロはね、これまでのキャラクターとは違って、特性の中で自分が別の特性に変化することができるっていう性能がついてるんだよね。特にこのスキルのアシュラバッケ、長すぎるよねこのスキルの名前ね。全部言えないかなこの回答。37秒という、まあまあ中くらいのスキルクールタイムなのに、属性をチェンジすることができるということで、かなりいいキャラクターになってます。ランキングの順位でもぜひ確認してみてください。基本的にこのキャラクターはずっとほとんどランキングの順位も上位に食い込んでくる性能になっています。まあ、長い間ずっと君臨すると思うので、ドロが来たら引きたいよって人はぜひ引いてみてください。確定個数なんですが、前回登場した時は3200個でした。3200個ということは、多分ねシャンクスが3000個で変わらず復刻しているので、今回もねエンマゾロが復刻するときは3000個から3200個は目安として持っておいた方がいいかもしれません。 4.5 周年のキャラクターが引けないよ、確定できないよ、当たらないよっていう人はワンチャンね、こっちのエンマゾロを引いてみてもいいかもしれないね。ぜひ参考にしてみてください。じゃあ近くにいたヤマトも次見ていく。ヤマトに関しては珍獣ヤマトちゃんとこちらの美人赤ヤマティンがいますけれども、みんなどっちが復刻してほしいかな。個人的には赤ゲッターとしての能力がちょっとバリバリ使えるかっていうと、全盛期ほどではないっていうことになってきてしまっているので、おすすめは珍獣ヤマトです。珍獣ヤマトがもし復刻すれば引いてみてもいいキャラクターだと思います。ただ珍獣ヤマトに関しては特性で吹っ飛ばしとかの能力がついてないんだよね。今の環境見てもらったら分かるんだけどさ、このキッド&ローが逃走しちゃったっていうことで、旗ダッシュを防ぐためには吹っ飛ばしじゃなきゃいけないわけよ。となってくるとさ、吹っ飛ばしを持ってないこの中で言うと、ロジャーさんとか通常とかで吹っ飛ばしがないヤマト、まあこっちのね雷鳴発揮の方ではあるんだけど、チャージしないといけないじゃん。チャージ完了して撃ちますってなると意外と避けられたりするから、あんまり吹っ飛ばし効かないと思った方がいいよね。この2体に関してはちょっと情報修正とかがあって、吹っ飛ばしを持つようにならないと環境では戦える性能にはならないんじゃないかなと思います。なので珍獣ヤマトが復刻しても引いてみてもいいと思うんだけど、状態異常が入る環境か入らない環境か、それによってはきついと思うので、その時にまたアナウンスしたいと思います。現時点では引
聞いてみてもいいと思うよ。覇気解除を持ったキャラクター登場すればシャンクスを青属性でも倒せるような環境になってくるんじゃないでしょうか。そうなるとね、環境には状態以上に入るキャラクターしかいません。見て見て、エンマゾロもそうでしょ、真珠カイドウちゃんもそうだよね。 1.5 ゲージがまだ必要なオリンもそうで、状態以上が入るキャラクターたちに対してはかなり強く出れるのがこの真珠ヤマトになってます。なので状態以上が入る環境なら OK、 入れない環境ならノーということで、そこで判断してみてください。誕生日は11月3日です。ゾロが11月11日だったので、もしかしたら11月3日に復刻するかもしれません。ダイヤの確定個数は変わらず2000個から2500個だと思っておいてください。次行ってみよう。次に多かったのはこのゼファー、ゼファーなのかな、ゼファーなのかな、わかんない。僕いつもゼファーって呼んでるからさ、ゼファーでいきもね。ちょ、ゼファーに関してはむちゃくちゃ期待できるよね。今後に関しても超面白くて、フットワーク能力を持ってるし、状態異常無効っていうのものを持ってるので、かなり強いキャラクターになってます。変換強だとね、キットアンドローがフットワークは効くので、今対抗できるディフェンダーはこのゼファーかウタちゃんなんじゃないかなと思います。ウタちゃんむちゃくちゃ強いよ。えっはっえっは、もうみんなね、なんか弱いとか言ってますけど、本当に使ってみてください。めちゃくちゃ強いんで。はい。かわいい。とにかくかわいいのよ、このウタちゃん。いや、ウタちゃんの紹介じゃねえんだよ。はい、このゼファーなんですけど、復刻したら引くべきかってことなんだけどね、ちょっとね、悩んだ方がいいかな。覇気解除という能力を持ってる、ドロさん。得意属性に対してはね、攻撃するだけ覇気解除できるんだよね。なので、シャンクスとかワンパンできるんですけど、この人がいる限り、このゼファーに関してはちょっと環境ランキングが上がってきません。なので、ちょっときついかなと思うので、その環境で復刻した時に、エンマゾロがいるかいないか、今後すぐ、廃れそうか廃れないか、それ次第では引くかどうか決めてみてください。確定ダイヤ個数に関しては1500個から2000個、このくらいを目安にしてください。まあおそらく1800個くらいかなと思います。ゼファーに関しては誕生日は明記されてないので、おそらく復刻するとしたら何千万ダウンロードか1億ダウンロード、映画キャンペーンの中で復刻するか、この3択になってくるんじゃないかなと思います。ぜひ注目しておいてね。能力者に強いよね、いいね。そして個人的に一番気になってるのがロジャーセッチョ。いやー、ロジャー船長早く復活してほしいよ。僕だけロジャー船長復刻してほしいと思ってんの？いや、めちゃくちゃ復刻してほしいんだけど、僕だってロジャー船長めっちゃ使っててさ、あの赤犬環境を共に乗り越えたかって、もうすごい好きなのよ。ロジャーさん可愛いよね。そのさ、僕あのロジャー船長のこのモーションの中で可愛いのが、この1回目ね、見ててこれ。このさ、このなんか体がプリッと動く感じ可愛くない？もう一回いくよ。かわいい。これが好きなんだよね。2ヒント笑って、はい、関係ないんですけど、このロジャー船長はめちゃくちゃ強いです。はい。ただ、フットマッシュ攻撃とか持ってません。攻撃力増加がバフになっておりますので、デバフ効果を持ったキャラクターとか登場したりとか一発で終わります。特にゼファーに関しては、フットマッシュだけでこの人、敵の攻撃力増加を解除することができるので、かなり強いです。なので、ゼファーに関しては、ゴールドロジャーじゃ枯れないことが多いです。ただ、攻撃力はね、100% 上がっちゃったりとか、まあ、ワンチャンいけるんじゃないかなと思います。まあ、基本的に相手しない方がいいんですけど。まあ現環境見てみてください。キッド&ローが青属性だよね。こっちかな。キッドに関してはちょっときついんだよね。回避近づいてもさ、このパンクバイスで終わっちゃうし、ね、こっちで吹っ飛ばされるということで、結構きついので、ローの時はいけるかなって感じがします。まあ、この後青属性の環境になってくるでしょう。青属性の時に、どこまで対抗できるのか、そこに注目してほしいよね。そしてもし復刻するなら、情報修正して、吹っ飛ばしがついたりとか、ちょっとね、環境的に対抗できる能力になった時に、復刻してたら、引いた方がいいと思います。情報修正しても、そこ前だよっていう時は引かない方がいいかもしれません。目安ダイヤ個数としては1000個から1500個、このくらいを目安にしてください。情報修正した時はちょっとダイヤ数が上がったりする傾向にあるのがバウンティラッシュです。なので2000個くらいまで持ってれば確定で当たるでしょう。情報修正して強くなったロジャーさんに期待しておこう。みんなかっこいい。さあ、その他で言うと、赤犬かな。赤犬に関しては僕も欲しいんだよね。100レベルになってないので。誕生日が16日にあります。来週なんだよね。もし来週復刻するとしたら、このタイミングだと思うんですけど、来週に関してはまた、レッドの記念イベントが来ると思います。まだ現時点ではね、最新情報とか出てないので、あれなんですが、おそらく、レッド記念イベントで誰か復刻するんじゃないでしょうか。復刻してもちょっと厳しいかなと思うんだよね。赤犬の天敵でもある、青属性になったゾロさんだとか、敵陣にいるような、このゼファーのね、デバフ効果、青属性だったユメルフィーも天敵だよね。意外と天敵が多いっていうのがね、ちょっと厳しいところでもあるので、まあ、こちらも情報修正に期待かな。復刻するとしたら約2000個くらいかなと思います。そのくらいのダイヤ数を持ってれば確定で当たるでしょう。ただ復刻しても現状では引かなくて大丈夫なキャラクターです。ぜひ参考にしてみてね。さあ、ということでどうでしたでしょうか。ここまで復刻キャラクターたちは今後どうなるかっていうのをまとめてみました。もうざっとまとめたので、よかったらねバンと参考にしちゃってください。ではこの後はちょっといろんなキャラ使っていこうかな。プレイ動画へレッツゴー。
一戦目お願いします。ロジャー船長を使っていきます。みんなロジャーさん復刻してほしいよね。僕的にもやっぱ復刻するなら情報修正でフットワシがついて復刻してほしいんですよ。みんなどう思う？よかったらコメントで教えて。いやロジャー船長復刻してほしいなけどな、情報修正でフットワシがついて、もう通常の3発目でフットワシがついてくれたら嬉しいなと思って、やばいか、いやついてほしいなと思って、やばいな、やばいけど援護いけ、ナイスソロ、ナイスゾリ、いいよ、いいけどちょっと待ってきついな、みんなやって頑張って。僕もカムサリしかこの試合打たないわカムサリしか打たないで、こう来たパンクバイス使った、もう何もできない今の環境、強すぎ、みんな強すぎだよ本当海賊王だぜロジャーってみんな強すぎるよねちょっともう海賊王がさ、海賊王らしい環境になってほしいわ個人的にはさあどうする、これは回復は取らせたくないけど、いやゾロ君取って、いいよ、取って、取った、はい取った、ナイスありがとう。これ多分僕がハートしてるってこと分かんないだろうね、何のためにハートしたんだってなってるよ君のためだよゾロ君、君のためで押したんですよ、来たブースト来た、やばい、そんなみんな上がって大丈夫か、すごいご利用してるよ、すっごいね、みんなご利用し方が来た、舐めてんなこれ、あ絶対舐めてる、はいはい、回避ショット、いや強くない、え、ごめん、あのカムサリしか打たないっていう公約なくなったわすぐなくなった、ごめんねいやゾロくん強いな、え、いけんじゃん、ゾロくんじゃねえし、いけんじゃん、このコドリ、あ、これ勝てるな、だってカムサリでシャンクスやりたい、よいしょ、やった、あ、海賊王やる、2戦目やっていきましょう、ゾロくん使っていきます。さっき30くらいで1本取ったんですけど、使ってるかな分かんないですけど、やばい、来た、危ない、いやゾロくんでどこまでいけるか分かんないよね、今の環境見てみたらロジャー船長はいける、シャンクスもいける、いやただこれ上のシャンクスやばいな、え、ちょっと待って、2人いる、もしかして、あ、2人来たわ、カイドウ来た、いや違うな、誰来た、あれシャンクスと誰、はいはいはい、どうする、ヤマティンで、ヤマティンはヤバティン、よしこっち打ってるよ、やばい、やばない、はい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 はは、いいや強くない、やばくない、ちょっとハンコックいいよ、ハンコックいいよ、いいよ、俺がやるよハンコック、ハンコック、いってらっしゃい、外れたね、絶対今外れたね、やられてるね、任せろい、ハンコックいいって、任せていいって、僕に任せて、ちょっと男気見させてよ、見させて、男気、あー、どうかっこよかった、見てないわ、見てなかったわハンコックなんかハンコック見てくれてさ、ハートしてくれるかなと思ってたんだけど、ちょっと期待しすぎた俺がバカだったね、よくね、よくないわこういうの、だ上か置いてこい、誰か上か置いてこい、こうやってやったら置いてこないか、置いてこない、置いてこないか、置いてこない、置いてこないねいやー向こうのさ、右左上のカイドウか、左上のカイドウか、左上のカイドウがちょっと来てほしいんだけどな、いや暇だなちょっと無理か、これ上に行ってなんとかみんな対処していきたいで、キング来た、キング来、いいよ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 、立っていいよ立っていいよ、はいはいはい、いやこれ生かした方がいいな、この人、この人生かそう、生かしていいとこ取りさせようかな、いや上行くか、うまいな、上行くか、ちょっと待って、上行くか、想定外だな、やべえ、いたちごっこ始まったわ、やばい、やなんだけどこれ、ねえもうやだー、追いかけっこやだー、てかディフェンダー一人もいねえし、おい守るやつ誰もいねえじゃねえか、どうしようかこれ、はいはいははーい、どうなった、当たったね、当たったけど、これ俺任せていいよ、任せていいよ、これ俺任せよ、カイドウ、カイドウ、カイドウ俺任せちゃっていいよ、はいはいはい、カイドウよろしく、結局カイドウよろしくになっちゃうんだ、回避した、見えてる、これ俺下行くか、下行くか、いやこれ上行った方がいいな、キングか、どのタイミングでやるかだな、30秒、残り30秒、キングをやっちゃった方がいいな今、うん、ここでやろう、ここでやろう、ここ仕留めよう、ここ仕留めよう、絶対仕留める、来るか、来た、見えてる、逃がしません、はい OK、 バッチリハンコックに取ってもらって、裏警戒だね、裏警戒ですけど、どうなりますか、あと10秒か、シャン、来た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 、カイドウ行った、これ取られたな、いやーきっつ、やばいか、裏守んないとやばいな、これ取れるか、取れるか、取れるか、よろけない、よろけない、ナイスゾロくん、ナイス
3戦目やっていきます。ちょっと時間経ちまして、編集もなかなか終わりました。1本目公開できたよ、よかった、みんなありがとう、見てくれて。よし、頑張っていきますよ。ここどうやって戦うかだよね。とりあえずマムんとこ行っていいかな。マムんとこ行った、マムね、はいはいはい、当たった、でかいよ、長い。クラッカーが2人来たら無理と。よしよし、逃げていきましょう。ロジャー船長とゾロはね、多分取ったと思うんですけど、あの100レベルになってるんですよ。なんかこの人獣か、人獣ヤマトに関してはあの90レベルなのよね、うち。なんかちょっとね、あ、倒しきれないっていうのがちょっとやばい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 、ちょっと倒しきれないっていうのがあるんだよね、個人的には。やばい、回復取られた。とりあえずロジャー船長任していいかい、任していいかい、ロジャー船長、ありがとう。よし、ありがとう、来た。よし、よろしくね、これ俺守りますわ。よし、やっちゃうか、2人やっちゃうか。カイドウ、あ、ごめん、俺回避させちゃった。いや、ごめんごめん、マジでごめん。はい、これやるか、俺やるか。ちょ、カイドウやれば一体ナイスだけど、やばい、敵だった、これ敵だ、やばいやばい、一人やって、オッケー、バッチリ。いやー、ちょ、ブースト来い、ブースト来い、ブースト来て、スキー1しか倒せない、これはブースト来い、やばいやばい、ブースト来た、使った、ゲボー、ナイスーナイス、強い、作戦成功。ブーストをつけて1しか倒せないんですよ、もう。ああなったら危ねー、ギリギリの戦いだった。はーい、いや、そっちかい、やばい、任しちゃっていいですか、よろしくね。やられてるー、やられてるー、もう無理だな、下は。ちょ、今から行ったら無理で、ロジャー選手行かない方がいいと思いますよ、助けてください、本当に。1人じゃ無理です、これは。2人来ちゃった、2人来ちゃった、え、違う、2人じゃない、これ、いや、2人で合ってるわ、2人来ちゃった、いやいやいや、いや、これ勝つよ、絶対勝つよ。1人だったらいける、2人来たら無理、2人来たら無理、1人だったらいける、まあブーストでしょ、2人来たら無理だよ。回復帰って、はーい、はい、やばい、来た、2人来た、あ、終わった、いや、まあ、ドマドマ切り替えていこう。いや、こっから戦って勝てばいいんですから。こっからで取ればいいんですから。いや、なんとかしたいな。これどういく、どういく、30秒。多分どこも 1.5 なんだろう。これ下行っても無理なんじゃね、無理だよね。シャンクス来るよね。来た、上上がって。いやー、使ってる。なんかやばい、なんか嫌な音がする。どうしよう、これ。とりあえず、こっから上に来たシャンクス、こっち下行って。ここ取る。ここだ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 、ここしかない、ここしかない、一人だったらいける、マブ来た、やばい、シャックスくんが、シャックス来た、はい、外れた、これいけんじゃね、ワンチャンいけんじゃね、ワンチャンいけんじゃね、いけいけ、取れ、取り切れ、取り切れ、回避止まった、あーくっそありがとう。だ、ちょっと時間になっちゃったんですけど、5時くらいまでって言ったんだけど、ロジャー船長ね、もう一回撮っていきたいと思います。素材見直したらすっげー短かったんで、ちょっと長尺で撮りたいなと思って、はい、ロジャー船長活躍させて、危ない、活躍させてください、ごめんなさい、お願いします、すいません、誰にお願いしてるのか分かんないけど、さあやっていきましょう。ロジャー船長の場合はカムサイで攻撃強化を上げていくしかないので、基本的にはカムサイで攻撃を上げて、戦っていくと、はい、そういう感じです。よろけも来た、そっち行くか、なのね、よろけ向こうをつけるか、これどうする、もうゾロくんとこっち取っていいんじゃね、取っていいよね、取っていこう取っていこう取っていこう、もう裏はもういいや、もう、俺に任せんの、俺に任せん、すごい、ありがとう、ロジャー船長だよ。で、海賊王に、危ない、海賊王に任せるってどういうこと、おい来たか、はいはい、ここ、あ、使ってくれんの、でかー、でかー、でかー、今のでかー、ありがとうって、僕似てる、違うな、多分違うな、いや今の良かったよね、あ、来た、はーい、攻撃をかけて、いや、これ絶対出ます、絶対出ます、もう3旗目はいいや、これの向こうはいい、向こうシャンクスカバー来る、はい、来た、もう大丈夫、これはいい、これはいい、これは OK、 これは OK、 さあここ守っていきますよ、もうあんまり攻めすぎるとね、一人で行ったって勝てないんで、今の環境、チャージが早く溜まってほしいな、カイドウどうせ飛んでくんだよ、あれカイドウ飛んできた時にチャージないとちょっとやばいやつ来た、回避して、うわばー47000 ロジャー船長、え、ちょ、やっぱ海賊を早く復活してほしいよ、環境で、いや、カミカミだわ、さあどうする、海賊じゃない、カイドウ来るか、来た、チャージで一発、これいける、ロジャー船長の時代来る、通常合わせ、よーし、ロジャー船長、え、ロジャー船長いいじゃん、
ちょっと待って、いけるかもしれない。これやばい、やばいやつ来た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 。ナイス攻め、こいってけた。よし、ロジャー船長活躍させちゃうぞ。なんとか、やばい、これやばい、ちょっと待って、これやばい、これやばい、これやばい。とりあえずジャスカイ、ジャスカイ、せーの、ジャスカイ。ジャスカイだろ。さっきの絶対ジャスカイだ。絶対ジャスカイだった。絶対さっきのジャスカイだったって。ジャスカイじゃなきゃおかしいって。だってさっきのさ、あの撃った、あ危ない、撃った瞬間ことだろ。船長の敵は取った。